皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回なんですけども、プルモノスコルピウスの昏睡攻撃でギガノトサウルスをテイムしていこうと思います。で、今回ね、そのテイムするにあたりちょっと専用の捕獲施設を作ってみたので、まずはね、それの紹介からやっていきましょう。よし、じゃあまずは罠の紹介をしていこう。で、まずはね、ギガノトをここまで引き連れてきて、このスロープでこの中に入れますと。で、中結構狭いんやけど、自分のギガノトで試した感じ、一応ギリギリ入るから、まず広さ的にはセーフ、大丈夫。で、入れましたら、ちょっと後ろまで来て、で、ここから俺は入ると。で、こちらのプルモノスコルピウスに乗って攻撃っていう形かな。で、こっちのプルモノスコルピウスはね、あのメイトブーストを発動させるために置いてるだけやから、まあ今回はね、ここにいてもらうだけという形で。で、今回使うのはこっちのプルモノスコルピウス。ステータスはね、こんな感じ。全てを命令に注いだから2588っていうとんでもない命令になってるけど、でもまあ今回の趣旨的にはね、あの命令以外全く必要ないから、まあこんな形でやってるわ。で、今回ギガノトサウルスをテイムするにあたり一番やばいのがやっぱり攻撃が当たることなんよね。で、ギガノトサウルスって攻撃範囲結構広くて下まで届くんやけど、この感じだと届きそうやねんけど、あの多分ね、あの上に建築物これだけ置いてるんで、こっちにダメージが吸収されるはず。で、吸収されるから俺はね、ここから一方的に攻撃して昏睡させるという形でやっていこうかなと思います。それじゃあギガノトサウルステイムしていこうか。ちょっと緊張するけどな、ダメージも入らないはず、上に座れるはずやから大丈夫やけども、ちょっと緊張しすぎだね。よし、やりましょう。よーし、じゃあギガノト連れてこようか。そっちの方にね、いたから、そのギガノトを連れてこよう。あ、いた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 。こいつ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 。へい、ギガノトちゃん。そっち行ってるな。ちょっと攻撃して、おびき寄せるか。あーっと、いた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 い。いてんよな。来てる？来てないな。ちょっと待て。トロペオグナトゥスで誘導するの難しいな。連れてくるやつ間違えたかもしれん。おい、来い。お前が来てくれへんことにお前話にならんね。危ね。ギガノトそこそこスピード速いからな。あー、でもさすがにトロペオグナトゥスの方が全然速いんか。あ、来てるね。結構しつこいね。痛い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 。おめえ、おめえ何してんねん。おい、早く来いって。こっちやで。こっちこっちこっち。よし、入った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 。よし、オッケー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 。まずは入ったね。で、入ったから、ちょっとトロペオグナトゥスは戻しておこう。危ないし。よし。入ったね。よし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 。じゃあ攻撃していこうか。あ、やべ、重量やばいか。まあ、いや、大丈夫。じゃあスタート。おい！あ、言い忘れてたけど、プルモノスコルピウスの昏睡値って、10秒ごとに、どん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 昏睡が溜まっていく形やから、10秒おきに攻撃しやんと意味ないっていう形になってるから、まあ10秒ぐらいで。じゃあ攻撃当たったな。ちょっと待て、攻撃当たったな。あれ、いやでもあんまり当たってないから大丈夫か。で、これ喋っとったらちょっと10秒わからんなってくんねんけど、そろそろか。10秒おきに、あ、やべ、攻撃当たってる、当たってるな、攻撃当たってるな。ちょっと、ちょっとやばいか。いや、いける。6、7、8、これぐらいで、9、だいたい9秒ぐらいで行く方がいいんちゃうかな。うちょっと食らってるな。ちょっと食らってるな。大丈夫か。ちょっと雲行き怪しくなってきたけど、ちょっとヒットアンドアウェーで頑張りたい。いって、結構入るな。まずいか、まずいか。いやでも大丈夫。どれぐらい昏睡値入ってんのか分からんけど。おい、オッケーオッケーオッケー。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じで。ちょっともうあのギガノトが不自然に浮いてしまってるけども
ちょっと遠いな、大丈夫か、攻撃当たる、オッケー。5、6、7、8、9秒ぐらいで攻撃しに行くと。あ、後ろ向いてるからいけるな、これ。この10秒がな、結構集中力いるっていうのが、ちょっと難点やけども。普通の麻酔銃とかやったら、撃ち続けるだけでいけるから、脳死でやれんねんけども。でもね、コンスイッチ一発これ670の3倍で2000入るからね。一発高いから、まあまあまあ。さ、ちょっと待って、まずいまずい。結構、あ、こっち向いとったら結構当たるな、攻撃。あー、これまずいか？まずいか、これ。オッケー。これまずいか？大丈夫か？ちょっといらんもん捨てようぜ。ちょっと重いな。今や。なかなか気抜けへんぞ。気抜けへん戦いになってきたな。あと、動画の難点として絵面がクソほど地味っていう。ギガノトの足しか見えへんから、もう俺がトークしてなんとか場をつなぐしかないっていう。そこはあるけども。あと結構被弾してるから、まあまあ危ないけどな。大丈夫かな。あと昏睡時どれぐらい溜まってんのかわからんっていう。喋ってて10秒、10秒でどつけてんのかちょっとわからへんっていうのも難点やな。やべ、こっち向く、こっち向く。こっち向かれると怖い。今や。あー、痛い！きついなー。あ、この間肉食わしてこう、肉。あれ、これもしかして、だいぶきついやつ。だいぶきついやつかもしかして。なんか、思ったよりきついな。思ったよりきついけど、もう始めてしまった以上、やってしまうしかねえな。ほら。上に座れる思てんけどな。やっぱり攻撃範囲広いね。ちなみにこの上の部分空いてるけど、この上の部分開けとかへんと攻撃当てれへんのよな。このスペースは絶対開けとかへんと、こっちの攻撃が当てられへんから。そこがね、おいって、痛えな、おい。集中力が異常にいるんやけど、この作業。脳死でできひんな。でも昏睡地は間違いなくライフルよりも入ってるはずやから、そこにはね、期待したい。いや、しかしギガノトかっこええ足してるよな、これ。やっぱこの足をまじまじと見ることないから。新鮮やな、危な。おお、好き。合間見て攻撃していかなか。怖え。逃げ出してくれたらな、もうこっちの一方的なターンになんねんけど。今や、よし。イェーイ。うえ、どうしたおい。ちょっと慣れてきたぞ、おい。ある程度被弾して慣れてきたぞ、こっちも。耐久戦といこうか。今や。いって、やべ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 、慣れたとか脱がしたけど。やべやべ、ちょ、肉で回復。やべ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 。いや、出血がきついんよな、これ。思考サドルちゃんとつけてんねんけどさ、プルモの。思考サドルつけてるけど、出血はどないにもならんからさ、これ。で、普通の恐竜とかやったら、これ一瞬で寝てくれんねんけど、ギガノットはそうもいかん。そうもいかんよな。これ届くかな、これ。これ、どれぐらい溜まってるとか見えるかな。あ、結構溜まってる、結構溜まってる。オッケー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 。結構溜まってたぞ。今2万ぐらい溜まってた。いいんちゃうん、これ。いいぞ、これ。いい。見えるわ。見えた、ギリギリ。約10秒ぐらいで攻撃するって感じ。まあ、ギガノトって昏睡の回復が早いから、もう10秒で無理やなって思ったら、ちょっと早めに8秒ぐらいで攻撃すんのもいいかもな。ただ、ちょっとこの建築やと、なんかどうにもダメージ与えられるっぽいから、相手から。こういう隙見て、こういう隙見て。これ、こそこそして、やりながらやらなあかんけど。いや、でもいける。これは十分に落とせる、ギガノト。今、ほら、よし。ええ感じやんけ。ギガノトの顔が全く見れへん。ギガノトテイム方法。動画としてはどうなんやって思うけども。まあ、あんま他にこんな動画ないでしょ。ギガノトの足しか見えへんっていう。ギガノトが出てきてんのにギガノト足しか見せてくれへんっていう。まあ冒頭は出たけどね。
あ、ちょっと動き変わったんじゃん。あ、これ逃げ出したんちゃうか。これ逃げ出したんじゃないっすか。オッケーオッケーオッケー、溜まってる。で、多少攻撃 しすぎちゃっても、あのギガノトって体力高いから、まあまあまあ死なねえし、多少攻撃しすぎてしまうのは大丈夫。あと2000ぐらい。ちょっと怖いな。こっち向かんといて怖いな。なんかたまに1回だけ攻撃してくるときあるやん。それが怖い。オッケー。めっちゃ溜まってるよ。めっちゃ昏睡値溜まってるよ。ええやんけ、これ。ええぞ、これ。めっちゃ溜まってる。はい。そろそろちゃう、ギガノトちゃん。そろそろ眠たいんちゃう。寝てええで。このプルモノスコルピウスの昏睡で安らかな眠りにつけ。この上質な昏睡で、もう麻酔銃とか受けんのも飽きたやろ、お前も。天然物の昏睡で眠らしてやるから、さっさと寝ろ。あれ？ちょっとなんか攻撃しすぎ、ちょっとミスったか。なんかちょっとさっきより減り出したな。ちょっと待って。油断したらギガノトすぐ減るからさ。もう足が返ってきた瞬間攻撃してもいいかもしれん。それぐらいでいいな。こう帰ってきたらこう。この感じでいこう。怖いな。実は昏睡切れてきたとかちゃうやろうな。大丈夫？オッケー。溜まってきてる。うわ、あとちょっと、あと5000ほどや。あと5000ほどで落ちる、こいつは。遠い。足が遠い。もうあとちょっとラーズやねんけど、最後がきついな。逃げ出してからこの攻撃する頻度が下がったからか。オッケー、寝たんじゃん。あ、寝た。オッケー、寝た。寝ました。よっしゃ。いけたね、ブルモノスコルピウス。結構体力が減らされてしまったけども。どこで寝てんねん、お前。もう出とるやないか。もう最初から出れたやろ、それやったら。うわぁ、迫力がすげえ。よっしゃ。じゃあ起きるまで待とう。いかがだったでしょうか。今回こちらのギガノトサウルスをプルモノスコルピウスの昏睡攻撃でテイムしてみたんですけども。いや、よかったね。テイムできたわ。いや、途中でさ、やっぱ攻撃当たっちゃった時に、あ、やべ、この動画、お蔵入りかってちょっと思ったんやけどさ。思ったけど、なんとか起点聞かしてね。あの、隙見て攻撃するっていう小細工使って、なんとかテイムできたね。まあ、ただ、この施設なかったら、もはやその小細工、すらできんかったからね。あの、正面切ってギガノトサウルスとプルモノスコルピウスで対峙してテイムしようと思ったら、もう正直秒で殺されるから。だから施設作ったこと自体は良かったね。まあ、もしかしたら、もっと改良したらね、あの、こっちの攻撃が、だけ当てれて、相手の攻撃は当たらないっていう施設にもしかしたらできんのかもしれんけど。まあでもね、今回はこの施設で、プルモノスコルピウスで、テイムできて、よかったわ。まあ結構利点もあるしね、普通に。あの、普通に麻酔でテイムするよりも多分早かったんじゃないかな。早かったと思うし、しかもね、この方法やと、プルモノスコルピウス1匹作ったら、まあそっから麻酔を打つ必要性がなくなるから、コストがあんまりかからんっていうのは、結構メリットかなって思ってて。まあ、あながちネタでもない性能を誇ってんじゃねえかな、プルモノスコルピウス。うん。いや、強えわ、プルモノスコルピウス。ということで、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。で、またね、まあ、こういう、ちょっとね、あの、気になった企画というか、そういう感じの動画とかも上げていくと思うので、もしよければね、高評価、チャンネル登録などなどしていただけると大変嬉しく思います。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。